はい、皆さんこんにちは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。はい、こんにちは。はい、モーニングコーヒー担当の岡野邦子でございます。はい、今日は楽しくなんかお話できそうで嬉しいです。ね、いや本当にね、懐かしいね、あれね。まあね、男と女が同じホテルの部屋でというね、本当にどんなトイレ行くのもお風呂入るのもどうしてかって思うと思いますけどね。もうね、当時はやっぱりメイクアーティストの仲間だけで行って、僕男性一人で女性のアーティストが、まあ、5人やったかな、うん、そんな中でじゃんけんで負けてね、僕の会合してくれたっていう感じでございましたけどね、はい。まずそしたら自己紹介をぜひお願いします。あ、声優怪しいでいやいや、怪しいかどうかこれから聞いてくださいね。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、メイキャップコーディネーターの岡野邦子と申します。クーニーズというアトリを設けております。そこの代表になります。私のやっていることというのが結構もうなんかバラ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 、広いところにやたらに手をつけてるかなっていうところで、もう40年50年になるんでしょうか、40年になるでしょうか、なところでお仕事させていただいております。で、今は、昨日もそうだったんですけれども、オープンキャンパスがありまして、専門学校さん2つと、高校、一般高校、普通高校さんの、メイクの授業を担当させていただいてます。一般高校、普通の高校でメイクの授業があるのっていうことをよく聞かれるんですけれども、総合学科、選択科目の中の一つとして、メイクアップ、自分の演出方法、自分を知っていただいて就職するなり進学した時に自分をちゃんと表現できる、基本的には好感度メイクベースで自分表現、自分の個性を知るという機会を与えていただけるような授業をさせていて、もうそれが20年でしょうかね、続いておりますね。で、あとは専門学校は美容学校さんではなくて、ヘアメイクでプロであったり、あとはブライダル関係のプランナーさんであったり、美容部員さんになったりという、技術の部分と、またそのプランニングの部分とこう兼ね合わせたり、いろんなものを、授業で教えさせていただいております。今一つあったのが、皆さんね、高校の中で選択科目の中で高校3年生の段階で、メイクを習えるという科目があるって聞いてね、これ進んだ高校やなと思うんで、僕も感心してたんですよ。ありがとうございます。お声をかけていただいたんですけれど、ね、私はお仕事としてね、はい、でももう20年ですね。だから総合学科っていうの歴史が20年前から始まってるので、そういうカルチャーセンターみたいような内容の授業を生徒が選択して、それが単位習得というものにつながっていくような学科だと思います。だからでも、はいはい、どうぞ。だから自分のことも分からないと、自分がどういうふうに自分のお顔立ちがどうなのかっていうところを分析しないと、欲しくないところを強調してしまったりしますよね。ヒデさんのね、テキストを見れば、本を読めばもう一発で分かると思いますけれども、そういうのところ、それで、見学会みたくご父兄の方が見えていらっしゃると、お母様たちが生徒さんより自分のことを知りたいとかね、黒板、ホワイトボードに書いてあるのカメラで写メ撮ってきますからねそういう時代かなとは思いますけれどもね、若い方はそういう機会があり、ちょっと40代50代のお母様なかなかそういうお勉強ができなかった時代であるのかもしれないので、 J-1 のメイクアップ研究会ね、ぜひぜひ活用されればいいかなとは思いますけれども、はい、そうですよね。いや本当に本当に時代が変わってきたなって思って、メイクを習ったことがないって、僕の今アラフィフなんですけど、本当にほとんどの方々がメイクなんか習ったことないよっていうのがほとんどですよね。だけどやっぱりこう大人になって自分の見せ方っていうことが非常に社会で役立つということになってきて、例えば後でお話もあると思いますけど、ちょっと若気の至りですね、タトゥーを入れたりとかいろんなところにこういうこういろいろやってる方いらっしゃいますよね。でも就職活動に入るときどうしたらいいのっていうふうにね、悩んだりすることがあると思いますけど、もうそこら辺先にね、得意とされてる、国がやってるやつをちょっと教えてあげてください。はい。カバーメイク
メディカルメイクとかカバーメイクとかいろんなあの読み方があると思うんですけど、まあ、前回の小澤さんもカバーメイクなさってらして、小澤さんはあの専門的に病院の方でなさってらっしゃる。うちの場合は、ご本人が困ってらっしゃる、悩んでらっしゃる方がうちのサロンの方にお見えになっていただいて、でその中でその人にあの必要なものをお話を伺いながら、何がこの方に必要なのかなというところで、いろんなもの、方法とかものとかを選択するんですけれども、まずあの普通の場合だとクリームタイプのファンデーションを使われて、まあ、それもクリームですけれども、ちゃんとした最後のフィニッシュまで行けば、あのお湯お風呂に入っても取りませんっていうような状態ですよ。でもう一つは、これはヒデさんと一緒にニューヨーク行った時にも学んだエアブラシですね。でエアブラシでシリコンオイルベースのファンデーションとかアルコールベースのファンデーションとか、そういうものを使ってあの母斑であったり白斑であったり、ブライダルの方は特に時間短縮、短い間で処分しなきゃいけないので、あのエアブラシが早い時間というんでしょうか、短い時間の中に完全にクリアすることができるというような方法もありますし、またあのそういうものだけでなくて、あの男性なんかでもあのゴルフの招待ゴルフでシャワー浴びなきゃなんないんだけど、俺ここに入ってんですよねとかね、ここなんとかなりませんかとか、健康診断なので女の子でもそうなんですけど、なんとかここないことにしないといけないのでっていう方とか、あとはあのマラソンに出られる方なんですけど、その方は男性、やっぱり男性なんですけれども、あの、副作用ですね、お薬の副作用でこう色が結構あの濃くなってしまって、だけど僕マラソンでランニングでこれ気に入ったのいつも着たいんですよ、そのためにこれだけなんとかしてくださいっていう方とかね、男性も今とてもあの必要とされる方結構増えてらっしゃるので、あのそういう方のケアということで、いろんなものの提案とか方法とかあのチョイスしてお伝えすることもしております。ですよね、あのすごく本当に幅広くって、まあ僕もあのニューヨーク行ってエアブラシをね、あの習ってできることはできるし、早いですしね、まあ、カバー力もちゃんとすれば、技術を持ってやればいけるんですけど、なかなか一般の方がね、すぐに自分でそうやろうかと思ってやっぱり白浮きしたりして、結局なかなか隠れない、余計目立ってしまうというねことがあると思うんですけどね。で今ちょっと紹介をね、ちょっとだけここをあの見ていただくと分かりやすいんで、ここにのホームページの方がですねありまして、それをちょっとだけあの調べていただくと、まあ本当にあの少し宣伝にもなりますけどね、せっかくなんで分かりやすいんで、見ていただいたらいいんですけど、これ静岡県にねクーリーズというホームページがありまして、ありがとうございます。でこう本当にメニューがたくさんあって、こういうふうにしてあのセルフカバーでメイク、あのまあなんていうやろうな、あのご自身でもできるようなことをレッスンにされてるっていうことですよね。そうですね、それもそうですし、あのこちら側からして差し上げる部分であったりとかもありますね。あとオンラインはもうセルフで自分でできるようにタトゥーカバーが、まあ、自分の手が届かないところは無理かもしれませんけれども、できる範囲でしたらセルフでできるというような形ですよね。はい、まあ、あの前回のあのなっちゃんね、なっちゃんのあのメディカル、まあカバーメイク、メディカルメイクの話もありましたけども、まあこういう、これ今ちょっと写真出てるの分かりますかね、見にくいですか、分かります、これは見にくいですね、白斑の方でやっぱりこれはメディカルメイクでこうすることで目立たなくする方、この方はもう十何年あのお付き合いがある方ですけれどもね、そう、これはあの、この以前メイクの日のイベントで、そういう、あの、メディカルメイクアップアソシエーションのトップの先生に来ていただいたり、当事者さんに来ていただいて、実際こうケアする方法とかね、ちょっとやったんですよね。うんうん、なので、うちのホームページはメディカルメイクとか、ブライダルジュエリーとか、あの、エアブラシを使うものとか、まあ、メイクレッスンもエアブラシプロを目指す人とか、あとはね、カバーメイク、まあ、今おっしゃったような、あの、話した、いろんなもののカバーであったり、あとウィッグは、抗がん剤治療なさってらっしゃったりとか、伸びてこないっていう悩まれる方ってかなりいらっしゃるんですよね。ただどこへ行っていいか分かんないっていうのもありますけども、で、とかいうような有名なところだと30万とか70万80万ぐらいするのが当然なんですけど、まあここはあのもともと看護師さんだった方が起業して立ち上げたあのブランメーカーさんなので、彼女がもう今
全国的に広めてすごく評判の良い、要するに一桁違う6万円ぐらいで、あの人毛 100% の本当にあの活用できるウィークを、昨日もリピーターの方いらっしゃいましたし、そういう方がうちはそこの長さが20センチ30センチの紙全フルになっているものをその方にいらしていただいて、合わせあのウィッグかぶっていただいて、あの美容師さんにカットしていただきます、綺麗に。なるほどね、うん、そういうのもありますね。でそう考えると、あの本当にあの幅広いね、ホームページ見てても結構、あの僕は初めて見させてもらったんですけど、もうかなりいろんな、本当にね、長いことこうやってあのいろいろとあの進行深めてる割に一個も知らなかったのそんなもんだと思います。それでよくホテルで一緒に泊まったなという、ね、話でございますわね。本当にね、コーヒー係ですから、モーニングコーヒー係ですから、ありがとうございます。本当に、ね、さっきねあのコメントもありましていただいててね、はい、あのさっきの話でね、あの私も若い娘のメイクより自分の顔の修復の方が興味ありますとひでみさんから言っていただいてるんですよね、でも多分あのひでみさんもそうやと思いますけど、やっぱり高校の時にそれ美容学校は別ですけど、普通の一般の高校で3年生になって就職あるからって言ってこういう科目でね、そういうとこ行けるっていうのは、それからさっき寿司のあれもありましたね。なんかそうなんですね、あの土地柄だと思うんですけれども、マグロとかカツオがとの全国でも、何番目っていうところ の, あの場所なんですね。焼津というところなんですけれども、そこの、科目の中に寿司職人っていうのもあるんですよ。へえ。そういうのがある。だから本当に自由に、まあ、英語取りたい子、あのピアノやりたい子、何やりたい子、あの韓国語やりたい子って、まあ、いろいろいらっしゃるんですけども、その中であの自分のなんかこう気に入った部分を選択できる、まあ、そういうふうにもっともっと多分そういうものが増えていく学校が多いんじゃないかなと思うんですけどね。うちのところの専門学校なんか、私が行かせていただいたところもプロダクトがあり、フラワー科があり、あとはアニメがありとか、もうあの 6科目か7科目ぐらいあの科があるんですね。だからそういう中でお互いがこうコミュニケーションとって、もっとより良いものをこう自分のものとしていこうとする、ね、姿勢がすごく見られるところでありますよね。もっと変わっていくかなと思います。はい、はい、ありがとうございます今ちょっと、はい、見させていただきまして、これ、そういう、まあ、いろんなそのメイクの、ね、あの普及活動をしているこのジェイマンね、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというね、あの本当にこの団体もですね、本当に、まあ、ボランティアでやってる方々が多いのですけれども、どうでしょう、この、写真懐かしくないですかね。そうですね、3人出たか3人メンバーが揃ってますね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、まあ、もちろんあの照子先生もまたねあの出ていただきます。あの日本女性を元気にする会にもね、あの東子さんもね、あの照子先生も出ていただいてるんですね、だからまあ、そういう部分で今日は同時配信もさせていただいてるんですけども、まあ、本当にあのクーニーもね、こういうちょっと懐かしい写真を見ながらですね、はい、あのドンとこういうこれ、ね、いっぱいちょっとご紹介できればと。これは静岡、これはメイクの日に照子先生うちのアトリエにお越しいただきまして、講演をしていただいて大好評でしたね。もう笑いの渦でずっと皆さん笑って、あの楽しかった時間を過ごさせましていただきました。あのまあ、あの照子先生のことをご存じない方はね、あのあれですけども、あの御年、言っても多分いいと思いますけどそれがもう自慢してもらえるぐらいの、あのお年でいらっしゃいまして、86歳でいらっしゃって、でこの間もクラブハウスね、うん、もう 今流行りというか、もう知らない人は知らないと思うんですけど、はい、やっぱりそういうところもちゃんと時流にね、きちっとね乗られてね、もうゲストでね出演されててね、夜中10時半ぐらいだったから、もうバリバリ元気にお話しされてるんですね。そういうあのやっぱり、まあ、僕らはこのなんていうか、新しいことをするだけじゃなくって、この歴代のこの人生の大先輩がこうまだ先端で走ってくれてるのを見ると、まだまだ僕らがやらなかなってね、ふうに思ったりしますよね。思いますね。そうですね。私はまああの照子先生に会うことで、あのジェイマンに入り、あのこの道をあの進めてきて、10年っていうぐらいに進んでこれたんですけれども、まあ、そういう意味で、今、私がここまでの年齢も、なりましたので、まあ、これからその、ごめんなさい、これからの、
育てていきたいという部分で、専門学校さんもそうなんですけども、静岡では、大道芸ワールドカップ in 静岡というのがあるんですね。そうすると、海外の、アーティストが来て、静岡、市内は非常に少ない人口なんですが、その4日間は、200万人の方が大道芸を見にいらっしゃるんですね。その時に、今見せていて、映していただいているように、クーニーズのプロジェクトとして、市とタイアップして、まあ、市が主に行う、大道芸なもんですから、そこでブースを持たせていただいて、まあ、エアブラシ行った時に、また勉強したところで、ペインティングの、アーティスト、トップアーティストとも巡り合い、いろいろ、ペインティングも学ばせていただいているので、海外アーティストをお呼びして、日本人アーティストと一緒に、フェイスペイント、もうかなり、グレードの高い、質の高いペインティングをしていただくようなね、イベントをしてます。で、これも、今、静岡はだからもう20年ぐらい、この大道芸が続いてるんですけれども、その中の若い人が育ってほしいなっていうのが一番の希望なんですけど、今これは、カナダでのコンベンションでエアブラシのデモストなんですけど、ステンシルの、うちのとこのオリジナルのステンシルの販売のためのデモストをやってるところです。ただ、向こうの方、アメリカとかカナダとか、向こうの方たちの好みと日本人の求めるものとちょっと違うんですね。ステンシルの柄であったりとかね。それがね、面白かったですね。そう、これもそんな一つの動きです。あ、これはやっぱりエアブラシなんですけれども、このボディはエアブラシとペイントだけで作ってます。これわからんかったですよ僕彼女ティーバッグとニップつけてるかつけてないかだけで、あと全部すっぽんぽんなんで、そこで全部描いていくというね。これすっぽんぽんで言われたらこれでアップしたらしいいや、それぐらいでもわからないですよね。これ足のところにひまわりみたいなのこれをつけてるんかなと思ってたんですよ。これだけがペイントやと思ってた、顔のところと。そう、そうですね。足は多分ね、あれはまあ、このテーマとは外れてはいるんですけれども、彼女がもともと何か他のところでつけてた。急にこういう写真を出した途端に、なんかこう視聴者が増えるというね。これね、もうちょっとこのセクシーなやつあるんで、それ出しましょうか。これすごい技術ですね、でもね。そうですね。海外のペイントに関しては、もう、ほとんど皆さんすっぽんぽんの状態から、いろんな、ペイントをして、まあ、だから自分の中では裸というような意識がほとんどないという状態にね、楽しまれるので。なので、それほど、まあ、オーストラリアとかオーストリアとかでも国際的な大きな大会やってますし、男性は男性で何もつけずにブラブラしながら、そこもペイントしながらっていう全身ペイントで楽しまれるっていうのもあるようですね。これはエアブラシなんですけれどもね。綺麗ですね。でもね、でね、このモデルさんの方はやっぱり向こうのメキャップアーティストの方でラッキーだったんですけれどね。時間のない間にわーっと作るんですけど、彼女はね、ニップをトップは私がシリコンでバラを作って、それをニップの代わりにつけさせてもらってるんですけれども、もう限られた時間なんで、ここまでしかできなかったので、それで。すごいアートだわ。これ、その後これもね。まあ皆さんこれなんで、何も怖いものはないというところで、ガンガンいきますね。楽しいです。わあ、懐かしいですよね。懐かしい。これ、めちゃくちゃ僕や。そうですね、カメラ持ってますね、この時もね。カメラ持ってる。だからこれ、そうそう、みんなこうほらこうやってエアブラシやってね。そうね、そうですね、楽しかったですね。楽しかった。まあここでね、テンプトゥーっていうそのニューヨークに本店があってね、ここでここの資格を取得させてもらってね、みんながね。そうですね、いい、とても楽しい勉強会で過ごしましたね。これは男性の方ね。はい、それこれはペイントなんですけれどもね、もうこれでまだ全身でまだまだ下まで引っ張っていくので途中経過ですけれども、うん、楽しいですよ、うん。まあ本当にそう考えたらメイクといえどもいろんなその流れがあると、うん、で、ね、今のだったらこのすごくこうワクワク楽しくなるバージョンですけど、うん、まあそうとも言えない、まあ、いろんなそのメディカルで、ちょっと悩みがあって、うん、それを隠してほしいとかっていうね、まあ、前回とちょっとダブりますけどもね、うん、まあ、そういうこのメディカルメイク、これもなさってるということで、
そうですね。これはちょうど、おととしですかね。NHK、ローカルの NHK さんが取材に入っていただいて、この説明してくださっている方は、メディカルメイクアップアソシエーションの、トップ、事務局長さんなんですけど、ご本人も、母班が半分ありまして、そこで彼女はいろんな、私はですから、ここのメディカルメイクアップアソシエーションで実際、学ばせていただいて、当事者さんの、母班、白班、血栓腫、傷跡、その他いろんな方のケアをして、卒業試験がこのトップのお顔なんですよね。この彼女の顔をクリアしないとサポーターにいてもらえないんですけれどもね。そんな時すみません、震度3なんて言ってますけど、はい、ね、なんかが入ってますね。ちょうどね、テレビのあれだと思うんですけど。さあ、これは誰でしょう。これはちょっと貴重なショットですよ。知ってる人は知ってる、知らない人は何の写真かわからないっていう、でも歴史がすごく、これ84年って書いてますよ。そう、84年2月20日ですよね。そう、これしかも浜松なんです。静岡県でもね、私の静岡市よりもちょっと離れた浜松西寄りなんですけど、これメイクしてくださってるのがご存知小林照子先生で、で、物をモデルになってるのが、私の、相当若い時の私でございますが。この貴重な写真、多分これ、後で、皆さん、照子先生見られたら、懐かしいなってなると思いますよね、これね。もう、照子先生と超スリムで、ロングブーツでカッポしてるようなね、超かっこいい、インストラクター。まあ、学校のお話と別名のお話等で来てくださったんですけどね、もう会場から絶対選ばれる、誰かを選んでデモストするのは分かってましたから、もうこのヘアで真っ赤なジャケット着て最前列に座ってその言葉が出た途端はいってやって、はい、じゃああなたいらっしゃいって言ってやっていただいたのがこの写真です。なんかすごい本当に歴史を感じるね、写真でしたけどね、これね。そうか。これは人生を変えるファンデーションと、これは何のあれですかね。それがさっき の, メディカルメイクアップアソシエーションの、トップが写って、震度3って書いてあったんですけどね。これがメイクの日のちょうどそこの日に載せてくださって、テレビでオンエアしたのが、肌をカバーするとか、そういうもので自分の生き方変わったよっていう方のいろんなお話とかもありましたので。そういう日で取り上げていただきましたね。はい。まあ、さっきメイクの日というね、お話をずっとしてるんですけど、これ今下にテロップ流れてますけども、ちょっと説明をゲストのクーニーから出するんです。先輩ですからね、先輩です。ね、もうメイクの日は明5月の9日でもう長く続いている、もう本当長くいろんな形で進められてきていて、まあ、去年今年はもうこのコロナの中で、フォトコンテストという形になってきたと思うんですけれども、まあ、今年もねフォトコンテスト募集かかっておりますので、ぜひぜひうちの生徒、私がお邪魔している学校の生徒さんたちは結構募集させていただいておりますので、そういうのもすごい、いい。昔はもっと何て言うんでしょう、各地で皆さんやってらっしゃいますし、大きなものは阿波山のスパイラルホールで100人のメイキャッパーっていうね、ヒデさんなんかもいらしたんじゃないかと思うんですけど、そういうようなイベントもやってましたし、この東子先生とかで皆さんなんかも参加してましたが、まあ今年はフォトコンテストということで、また多くの方のね、提出でしょうかね、お願いできればと思います。あれ本当にすごかったですね。いろんなまあ、プロアマ問わずですね、自分の顔を作ったりとかね、写真ね、今も写真の技術も結構ね、皆さんよく知ってて、素敵な 写真を送っていただいて、それを一般審査とかねして、そうですね、で理事の中で選んだりして、で結構本当にね、頭悩ますぐらいに素敵な作品が多かったですね。そうですね。そう、去年はうち、私がお邪魔しているところの学校の生徒の作品で、一つ賞をいただけたので、今年も頑張れと学生には伝えてます。
ね、頑張っていただきたいと思います。はい。で、まあ、そのメイクの日というものと、まあ、ジェイマンっていうのは、ジャパンメイクアップアーティストネットワークという、その、いわゆるそのメーカーの垣根を越えたいろんなアーティスト、美容部員さんとかいろんな方々がですね、入られていろんな勉強をしたりとか、新しい情報をですね、仕入れたりとかいう場所なんですが、その中でですね、このトレンドメイクというね、年に2回ある、それがですね、そういう講座があるわけですけども、これがまあすごくね、いいですよ。これ一般の方々にもね、そして別にメイクとか、美容の仕事をしてなかっても一般の方々がね、本当に学んでいただくと、すごくね、自分をこう演出する、まあ一つの知識とか、テクニックがね、非常に、手に入ることができます。たったこれ2時間ぐらい、多分ね、2時間ぐらいなんですけども、で、それが今までだったら、僕らも東京行ったりですね、本当に大変だったんですよね。これずっと。これ東京で開催されてる時の、ちょっと写真なんですけど、こんな感じでね、もう今だったらこれ密ってね、もう本当にこんな状態でですね、近い状態でいろいろ教えていただいて、で、まあその時々のそのメイクのレシピをね、こうやっていただける。で、どういう風にしたらいいよっていうのこと、これまあ、ちょっと例えの例ですけども、4パターンぐらいいつも教えていただいて、で、まあ、デモをするわけですけども、これは今回、今コロナ禍の中において、全部オンラインに変わってまして、そのオンラインの講座っていうのが、まあ、こういう状態で、モデルさんを使ってですね、オンラインの講座で、されるということなので、これが、先ほど言った、いつでしたっけ ?4 月の6日だ。そう。違う、3月の6日。え ?3 月6日だ。ね。6日 ?3 月の6日土曜日だと思います。はい、土曜日ですね。あ、そう。はい。そうそうそう。3月の6日土曜日に、ちょっとこんな感じで。あ、本当だ。ね、1時半から3時まであります。これは、もちろん僕もね、ジェイマンの会員でございますんで、もちろんこれ2500円で、めっちゃ安いんですよ。はい。もうこれね、東京行ってたらね、僕らね、往復でね、10万仕事なんですね。1個の講座を受けるのに、まあ3年ぐらいで受けれるけど、その交通費がいった。でもまあ今だったらこうやってオンラインでね、そしてね、その時に見れなくても、きちっとその録画したものを、後でアーカイブでも見れるし、ということで、本当にそういう部分では今便利な時代が来ましたので、ぜひこれね、チェックしていただけたらと思います。3月の3日までだったかな、締め切りね。だから、あと、明日、明後日までなんでね、ぜひぜひ、はい、参加してみてください。ということでございまして、まあ、こんな形でね、ジェイマンの活動もしてますけども、あっという間のこう30分ぐらい喋りましたけど、はい、あとはですよ、あとはもう、国の、ちょっとまあ長きにわたるこの活動の中でね、はい、まあ、ちょっとこう僕のとの対談の中なんですけど、僕ね、昨日ずっとほら舞台のちょっとメイク、役者さんのメイクさせてもらっててね、思ったことがあって、老人メイクっていうのをしたんですよ。40代の方をね、70ぐらいに見せるようなメイクね、まあ、いわゆる老けメイクですよね、はいはい、それをした時にものすっごい、ご本人は40代でまだまだ若いのに、急にした途端にちょっと下向き出して、喋り方がゆっくりになって、なんか滑舌がこうで悪くなってる感じになってきて、で、こう、歩くのもなんとなしにこういうふうに、腰がこう曲がってるような感じ、わかります？わかります。シャキッとした部分がこうなってくる。それを見たときに、このメイクという力、顔を変える力、さっきのペインティングの話もありましたけど、なんかすごい力があるなと思ったんですよね。そうよね、すごいですよね。もう心の中までぐーっとくる部分があるので、もう本当にシワも作れば作ったもすごい悲しい感じになります。女性は特にだから逆にそれちょっと変な話ですけど、一回自分のその老けメイクをして、よくね、僕は今アラフォーアラフィフの方々とよくそのね、はい、この間も話したんですよ、クラブハウスでね。はい、で、若い人と戦うなって僕言ったんですよ。うん、はい、20代と戦ったところでどうすんねやっていう話になってね、40、50の方がね、もうその今まで生きてきた経験値、その雰囲気を生かしたメイクがいいじゃない。だから若作りよりか、若々しく生きる方法、自分の雰囲気を持ってっていう話をしたんですよね。そこら辺をちょっと、人生の先輩からさ、なんか、うん。
そうきましたか。ちょっとだけ先輩、ちょっとだけ先輩やから。そうね、ちょっとだけね。ちょっとだけ。やっぱり、自分がこう、重ねる部分ってよく分かってるわけじゃないですか。だから、そこのところを無理に修正しようと思っても、しきれるものでもないので、あとは、東子先生なんかでもよくおっしゃってる、その表情筋の筋トレであったりとか、腹筋やらないとやっぱ姿勢がどんどんね、男性も女性も、弱っていくじゃないですか。その部分の表情筋のトレーニングとか、ヘッドのマッサージであったり、そういうこともしながら、あとは、さっき今おっしゃった、老けメイクですね。で、自分で特殊で何度もやってるんですよね。そうすると、本当に、背中顔になっていくんですよね。口角下がり、全部下がって、目も下がってっていうような形になるんで。そういう意味で、自分の一番気、私は一番気になるところいっぱいありますけれども、ここだけは、クリアしたい部分で、そのファンデーションでもシミでも、私海たくさん行ってましたから、こっち側に結構シミがあるんですけれども、ね、前にも先生かな、照子先生かな、お話もしてましたけど、どうしてもそれ隠そう隠そうとすると、他の今度目尻のシワに気になるんですよね。なので、やっぱりそのカバーできるようなファンデーションのちょっとダークな色で乗せていく。で、本来自分ってこんなに白いのになんでとか思うかもしれないですけど、ワントーン落として、で、カバーすることで、例えばここに大きなシミがあった場合、濃いシミがあった場合は、その肌と同じ色のファンデーションを乗せても絶対隠れないじゃないですか。ね、それはもう皆さん、シデさんもご存知だと思うんです。それよりも、このシミの近いところまで落とせばもう簡単に隠れますけど、そこまではお顔ダークにできないですけれども、このシミよりもワントーン明るいけど、この自分の何にもなっていないところの肌よりはダークに持っていくという、そこで、カバーしていくっていうことが、やっぱりそういうテクニックはやっぱり少し覚えてもいいんじゃないかなと思います。うん、それは本当にね、知ってそうで知らない人が非常に多くって、なんかこう白浮きする人が多いで、やっぱり一般の方はそうやと思いますよね。隠したいっていうのは明るくすればいいっていうね。そうですね。そして下から絶対浮いてくる。タトゥーがそうですよね。タトゥーはそのまんまその人のここの肌の色でカバーしたらもう絶対下からうーって浮いてきますから。まあ、一般的にはそう思うんでしょうけれども、まあ、そこはプロがやはり見極めた色で置いていく。ただそこからその伸ばしていくなりグラデーションするのに分からなくするのにはちょっと深いもので濃いものであるとテクニックは必要になってくるかもしれないですよね。でもそれも自分のためだったらできると思います。ね、多分これまあ一般の方にねが見ていただいているのでちょっと待ってくださいね。一般の方が見ていただいてて、で、そういう、例えば男性の方でも女性の方でもやっぱりなんかこう、ちょっと大きなシミがなってきたらね、こう、ちょっとファンデーション、最近の方でもつける人多くなってきたんですよね、男性の人も。ちょっと、役者の方なんかでも自分でやってますよね、だから。だからそういうのを考えたとき、ちょっとテクニック的に、シミっていう中にもやっぱり青じみってあるじゃない。ちょっと青っぽいし。クマな。まあ、クマで行こうか。クマで行ったらね。で、そこのちょっと補色の関係で、せっかくなんでね、一般の方に見ていただいてる方に、ちょっとテクニック的にどんな色がいいかっていうのをちょっとやりましょうか。黒クマ、クマとまたシミとちょっと違ってくると思うんですけれども、クマってやっぱどうしてもここはね、私もそうですけど、あんまり寄りたくないなっていうところあるんですけれども。アプリしようかな、アプリ。やめてください。やっぱりこの部分っていうのは、青くま、疲れとか、今日も私昨日遅かったんで、そう、疲れでこう出てくる部分ってかなりあると思うので、そこは、ご自分の持ってるファンデーションできるならば、ベーシックな一番自分の肌に近い色と、それからもうちょっと明るい色、で、鼻球骨とかそういうところにつけるような明るい色味と、もう少しここでグッとくるエッジの部分で、ここからダークに見せたい色。3色ぐらい持ってらしたら、その中での色のバランスを取りながら、そのクマの部分であったり、シミの部分であったりっていうのは、ケアしていかれるのが一番いいかなと思うんです。だから皆さん1色とか、そのぐらいしか持ってらっしゃらない方が結構多いので、できれば3色ぐらいあるとお顔も立体的になるし、そういうものをカバーしようと思うときは、そこでもう一回、ファンデーションの質とあれによりますけれども、こう重ねて付けができるもの、もしくはリキッドでも可能なものもあるし、置いてくるものもありますから、そこはまた、東子さんの授業などをたくさん聞いていただければバッチリだと思いますけれど、
いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。あのアップにしときました、ずっとね。意地悪ですけどね、はい、いや、あの本当にでもあのね、あのこのシミの色でもその青く、あのオレンジのコンシーラーって結構こんなん使うんかなっていうようなことあるじゃないですか。ありますね。でもそれが結構補色になってうまく隠れたりすることってありますもんね。ありますね。だから本当にこう濃くなってしまうとあれなんですけども、オレンジはもう必修ですよね。必須、あのコンシーラーっていうかクリームタイプのものはあのアイホールの部分にもねつけられますし、そういうところにものせたい。だけどそれよりまあもうちょっとトーンをダークにしないと多分シミは隠れてこないっていうので、そこで混ぜながらつけていくとか、だからファンデーションのタイプ、クリームタイプかなんかリキッドなのか、そういうものをやっぱりちょっと使われて、まあ一番クリームの方がカバー力は強いですけれども、そこであれですよね。だからパウダーファンデだけとか、チューウェイのものだけではなかなか思うようにいかないと思いますので、カバー力あるものもぜひ活用していただきましょうか。はい、ありがとうございます。もう今日はあのなんかあのメイクアップのちょっとね、あのプチ情報、プチテクニック情報をね今日お届けできたかなという感じでございますね。できたかしら。ね、いえいえ、できましたよ、はい。あ、こんにちはです。はい、まさるさん、こんにちは。ご無沙汰でございます。いつもありがとうございます。はい、まあね、男性の方も結構ね、あのよく見ていただいててね、僕の YouTube の動画なんかね、男性の比率の方が高いんですよね。あ、やっぱりなんかこう、あの僕が男性でこういうメイクの仕事をしてるし、しかもこう年齢的にもね、今あのまあアラフィフで、アラフィフっていうのは女性だけの言葉らしいけど、アラフィフ男子って言うときますわ、だからね。まあ一応50ね、あの、まあ、アラカンやもん。アラカンですよ。そうだよ。アラカンだ。もっと言ってもらって。いや、全然分からへんから、言わんといてください。そうですから、もうすごいですよ。そうですか。もうね、本当にあの、うん、はいはい。うん、うちでもね、あの、今、男の子が、28とか30。まあ、その子はもともとここの、あの、癌でここのところを切ったのが14年前で、ちょっとその傷をすごく気にされてるんですけれども、メディカルを使って自分で試行錯誤してきたのが10年間。で、もっと、綺麗にしたいっていうことで、今、ハマってるんですよ。楽しい、楽しいって言っても、2週間、に1ヶ月に2回、通ってるんですよ。で、ちょっとその赤くなる部分とか、そういう部分、この傷の跡をカバーする延長から少しここハイライトをちょっと明るくすると、ちょっとここエッジ効かせるとっていうファンデーションちょっと使いをすると、それが楽しい楽しい、眉毛も楽しいって言って、もう今韓国系の男子ね、メイク流行りですか、うちの学生なんか綺麗にやってますけどね、男の子。そういう、もう、こう、境がない。自分も綺麗に楽しくなれれば、すごく、なんだろう、そんなこと気にしないで生きていけるっていうね、とか、もうなんかすごく綺麗になる男子いっぱいいますので、ぜひぜひ、ヒデさんの女性だけではなくて、やっぱり今、男性もそういうような目ですごく変わってきてるなと思います。そうそう。いや、ほんと、特に最近の男性って、こう、すごくこう、細いし、小顔やしで、昨日も役者さんね、高校生の役を作ったんですよ。で、その二人の、まあ、男性の、まあ、ちょっと手前味噌の話なんだけど、ちょっとこう、大事なことなんですけど、役者のキャラクターって必ず僕ら見るんですね。で、お兄ちゃんの方はこうものすごくこう元気バリバリで力持ちで勇気があって、はい、パワフルなイメージのキャラクターの、会ったことないですよ、僕会ったことないんだけど一応最初にもらうわけですよね。で、本人が来られた時にそれを作るわけですけど、もうで弟さんの方は秀才肌で色白でちょっと繊細な、わかります、ちょっとこう、はい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 、メガネかけて秀才でね、っぽい感じね。そう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 、そういう感じのキャラクターを作ってっていう話ですよね。だからそうなると僕らは今言ったように男性でもすごくこう、美白的なちょっとこう、うん、色白っぽい、ね、そして眉をこう繊細に描いた人と力強い方はガンとこうちょっと日焼けしてみたいなね。まあ、そんな風にして、ちょっとこうメイクで楽しむだけでも見た感じとか、その性格まで、違って見えるということをね、まあ皆さん一般の方にも知ってもらいたいし、まあ、老けメイクしたら本当に老けるんだから、逆を言えば、2、3若々しくなるだけですごく行動力になるという、行動力がこうアップするっていうね。ですよね。うん、そう思います。そう。ねから年齢とともにどうしても下がってる部分ってあるので、それをちょっと自分で意識して動かれる、使
うというマスクだからなおさら見えなくなっちゃうので口角下がるのでもうマスクの中でニーってやってくださいニーってやってくださいって私はねいつも言いますけれどもねそうすると ね自分の気持ちも若々しくいられますし、うん、ぜひぜひありがとうございます。はい、ちょっとあの前後しましたけども最後にねあの、はい、素敵な写真があったのでちょっとこう細かいですけどもねあのせっかくなのでこれ結構なヒストリーでねこれがちょうどですね2010、何年やったかなあれ行ったのはあこれだ、12年ですね今ちょっと見たらエアブラシのメイクアップ、はい、ということは、はい、10年前かそうです ね, ねあっという間でございます。まあこんなふうにしていろいろと、お仕事されてましてこの朝日テレビカルチャー講師とかね結構そこはね昔とね、今はもうカルチャーは外れましたけども。あ、そっかそっか。まあね、まあ、こんな感じでいろいろとね、うん、活動してこられた、クーリーさんに、こと岡野久美子さんに今日は、お話をいただきました。あっという間にもう40分経ってました。すいません、長丁場なんですよ。いや、全然いいですね。はい、楽しいお話、本当にありがとうございました。またあの、1回では終わりませんから、ね、またちょっといろいろとね、今度その、うん、ほら、イベントあるときに、その、野外のこう中継するとか、いろいろできたらね、はい、これからやってみたいなと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。まあ、最後に、あの、ご覧になっている皆さんにね、あの、別にメイクアップだけではないんですけども、一般の方々に向けて何かね、あの、最後にメッセージをお願いします。そうですか。あの、やはり、あの、笑顔を作るための表情筋を動かしていただいて、そのついでに、ちょっと、ふわっと乗せるだけで気分は上がりますので、ぜひぜひ皆さん楽しんで楽しい人生を送れるように、ふっふっふっと、照子先生を見てるとそう思いますので、ぜひぜひ皆さんもちょっとだけ努力してみてください。ありがとうございました。はい、ということでね、本当にありがとうございました。久美子さん、今日はどうも久美、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。はい、久美子さん、またよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。